えー、皆のトレイルコースガイドえー、スタートから釜山神社アフレコでお伝えいたします。さあ、えっ、ー、とスタートしたらですね。えー、すぐえー、道に出るんですけれどもまあ県道って言うんですかね？で、左に曲がって横断歩道を渡ってください。で、横断歩道を渡ってすぐ左。 右ですね。右に曲がっていく感じになりますね。で、右に曲がって、しばらくこの舗装路をずっと進んでいくんですけれども、まあ、この辺はですね、道も広いし、まあ、シャドウも全然そんなない感じなので、まあ、結構スピードが結構上がるような気がするんですよ。で、まあ、心配ですね。心配機能がまだスタート直後でそんなに整っていないので、まずはですね、このスタート直後はですね、この心拍計を見ながら、心拍のコントロールで進んでいくような形にした方がいいかなと思います。 まますね、えーまあ、思想の時はそんなに気にしなくていいと思うんですけれども、えー、レース当日はですね結構こうドバーンって出て。えー オーバーペーバペスににななりりがちまますねで、まあ、当然、こう始まったばかりで、この先まだまだ強度の高いところいっぱいありますので、まあ、そこでパフォーマンスを出すためにも、ですね、えー、この場はです、ね、そ,こそこそこ抑えて、まあ、8割ぐらいに抑えて、審判系とにらめっこしながら進んでいくといいと思いますね。迷いやすいポイントとしてはそんなにないんですけど、まあ、レース当日はしっかり土俵があるので問題ないと思うんですけど、思想の際ですね、えー、この動画を見ながらですねあ、ここはこっち行けばいいんだって、えー、しっかり確認 したから進んでいけばそんなにまあ道なりっていう感じで進んでいけばそこそこえそんなにこう迷う場所はないんですけどもまあポイントをきっちいですね抑えながら進んでいきたいと思いますでまだまだですねこう広い道がずーっとシャドもないですね広い道がずっと続くんですけれどもこの先もうちょっと行ったところでキューシャドが一気にギュッと上がる感じなんですね。 で、えー、とですね、えー、ほとんどこの序盤のエレベーションは、この林道でだいぶ上がっちゃう感じになるんですよ。とりあえずに入るこには、そんなにですね、えー、もうドウ上がらない、高度上がらない感じですねあ。ここですね、右に行きがちなんですけれども、左に進んで、すねまあ、道なりっていうんですかね、こう左に進んでいく感じになりますね。まだまだもうちょっとですね、舗装度が続くんですね。まあ若干 時間は狭くはなるんですけど、まだまだこう、二人三人並んで余裕で走れるような幅なので、 まあ特にですね、本当にこう、心配、気をつけてください。最初の、ほんと5キロぐらい舗走路になるのかな結構な距離舗走路になると思うので、とにかくこの心拍系と睨めっこしながらですね、序盤は押さえて、中盤以降で盛り返していくような感じにした方が、結果的にですね、タイムの方が上がっていくと思いますので、試してみていただければなと思いますね。この辺から徐々にですね、シャドの方が上がっていきますね。いよいよここからこう、エレベーションがこう、ぐぐぐっとこう上がって いく感じになると思うんですけれども、えーまあ、そこま、まあ、そういわゆっても、そんな急登っていう車ャではないので、まあえーとまあ、フォームをですねしっかりこう足に負荷をかけないようなフォームを意識して進んでいっていただきたいなと思いますね。 具体的に言うと、この小さいステップで、えー、なん真下にこう足を置いていくようなイメージで、こう骨盤で上がっていくっていうんですかね、体幹で、えー、上にこう引き上げていくような登り方を意識して登っていくと、そんなにこう足自体に負荷をかけない、足の筋肉自体には負荷をかけないような形になりますので、このシャドウがググッと上がったなと思ったらですね、ちょっとそういうフォームを意識して登っていただきたいなと思いますね。でここ、実はですねなんかおトイレがあるみたいなんですけれども、えー、思想の際ですね、あ、ちょっとトイレ行き忘れた、もう一回 しとこうかなっていう感じなになったらですね。ここのおトイレをお借りをしてお借りしてえー、この先のおトイレに入っていったらいいかなと思いますね。で、釜山神社におトイレありますので、まあまあそんなに大きじゃないので、なんか気まずいなと思ったらもう進んでもらっても構わないんですけれどもまあ、ここに一応あるという感じですね。 まあこの辺ですね、まだまだ、えー、シャドウがこうグググっと上がりながら進んでいく感じになると思います。おそらくもうこの辺、このぐらいの結構なシャドウなんで、まあ、この辺から歩き出す人も結構増えてくるんじゃないかなというイメージなんですけれども、えー、まあここはですね、まあ、走れないシャドウじゃないんですよ。なのでフォームをしっかりですね、こう心拍を上げないような筋肉に負荷をかけないようなフォームで、えー、きっちり、えー、淡々と登っていけば登れない走れない、えー、シャドウじゃないので、えー、ここでまあ差をつけたいんであれば、ここうそ,こその辺 この辺で差をつけていけばいいんじゃないかな。ポジションをこう上げていけばいいんじゃないかなと思いますね。逆に言うと、きっちりそういう走り方ができる人っていうのは、この辺がですねポジションの上げどころなんですよ。まあ、序盤で結構いい位置取っておけば、その先でこうペースを乱されることがないので、まあ、この辺で、えー、ある程度のポジションを確保しておくのもいいかなと思いますね。で、これ右に曲がっていきますね。ここから、えー、トレールの道になっていくんですねで。しばらくここからトレールの道になります。で、トレールに入った瞬間っていうのはですね、 そんなにまだシングルトラックというような感じでもないので、こ、まあ、この辺でこう序盤のロードで足がやられちゃった人は、えー、結構ここで失速する方とかも多分出てくるような感じ、イメージとしてあるかもしれないんですけど、まあ、この辺でですねさささっとこう、えー、しっかりほう、えー、自分をセーブできた人はまだまだポジション上げられるんじゃないかなと思いますね。で、シャドウ的にはもうほぼほぼ、えー、エレベーション的にはもうこの辺まででだいぶもう上がりきってる感じなので、あとは割とこう いシャドルで上っていったりとか細かいアップダウンがあったりとかするんですけど基本的にこ序盤のエレベーションもほぼほぼここで完成している感じなんですね。でこれ重層に合流します。でこれをですね右に、えー、進んでいく感じですね。左じゃないですね。右ですね。でこの先、えー、進んでいく。 この先はですね、結構ですね、気持ちいいトレイルが結構、えー、つながる感じなんですね。しばらくですね、こう、えー、林道と林道をこうつなぐ、こう、重層路みたいな感じになってるんですけど、もコネクション道って言うんですかね、こいでね、この辺に、ね、走りやすくて気持ちいい、えー、こう、新緑、今の時期だと、本当、新緑が、色があっていんですかね、気持ちいい。えー 時期なので、えー、朝のうちはですね、そんなに気温が上がらねお昼過ぎとかじゃない限りは、結構気持ちよくですね、あのジョグができる感じ、トレルランができる感じになりますので、楽しんでいただければなと思いますね。まあこの辺からだいぶシングルトラックの本当にこうトレランっていう感じの綺麗な走りやすい道が続きますので、まあ、あの序盤でねこう負荷をかけすぎちゃった人は、この辺でちょっとこう、 など、リカバリーをしていく。補給を入れるだけ入れるとか、この水を飲んでいくとか、タブレット、炎熱サプリ的な、ああいうタブレットを飲んで、この後の高い負荷に備えて、コンディションを再調整していくような形で、コンセントなどコンディショニングしていけばいいんじゃないかなと思います。まだまだこの辺だったり、リカバリー十分可能ですので、こういうですね、緩い地形をうまく使ってリカバリーしていくといいんじゃないかなと思いますね。 こういうところでポジションを上げようとしても結局こう負荷の掛け合いみたいになってそんなに意外とこう。 なんだろう、えー、ポジションって取れないんですよ。なので、ポジションの上げるポイントとしては、こうみんなが歩くようなところを、えー、淡々と走るようなフォームで、前にポジションを取っていくとか、そういう形で取っていくと僕はいいんじゃないかなと思うんですけども、この辺、若干シャドウが、えー、少しギュッと上がるんですけど、まあ、先ほどほどじゃないですね。というわけで,で、すねここ、えー、林道にまた出ましたね。で林道出たら右に曲がってください。ででしばらく行く行とですね、えー、左側に木 が見えてくるんですけどおそらくそこが一番最初のウォーターエイドになるんじゃないかなって僕は予想しているんですけれども実際のところなんかわからないんですけれどもえー、っとですね、もうちょっと先かなもうちょっと先に行くとこう左側に木段が見えてくる感じですね あここですねここがおそらく最初のウォーターエイドになるんじゃないかなと僕は予想しています。で、これをですね左に登っていく感じですね。で、ここからしばらくですね、序盤のルートっていうのはトレールに入ったり、林道に戻ったり。 で、またこう、林道をまたいでトレイルにまた入っていったりとか、いうそういう感じの道がしばらく続く感じになりますね。これ分岐はですね、この、えっ、ー、と、鎌山神社方面、これ道標がありますので、こう、右の方に進んでいく感じですね。まあ、道標に従っていけば迷うことはないので、しっかりですね、道標に従って進んでいっていただきたいなと思います。で、鎌山神社、到着ですね。で、ここを、えー、 鳥居をくぐっていってですね、またこう下の方に降りていく感じなんですけれども、まあ、ご挨拶をして、ですね、えー、子孫の際ですね、えー、ご挨拶をしっかりして、えー、安全祈願をしてから進んでいくといいんじゃないかなと思いますね。鳥、え、居、ーえー、をくぐってですね、えー、こうすぐ広場になりますね。 これが、えっ、ー、と、かまぶし峠っていう、こう、峠にもなっている場所なんですけども、大きな駐車場がありますね。でもしかしたら、この、かまぶし峠の駐車場がウェイドになるかもしれないんですけど、タイミング的には、えー、手前がウェイドになるんじゃないかなと思います。